ドラキングルイズ会です。どうも、ね、いつもね私の作品を読んでくれて本当にどうもありがとうございます。私ねちょっと、ずっと、最近ちょっとね真夏っていうかね、ちょっと気温が日中33度から34度ぐらい上がりまして、で、私タクシーやってますけど、ちょっとね燃料のねほら、要するに要するに節約っていうかね、燃費節約のためにお客さんを乗せるとき以外は基本的にこうクーラーをかけちゃいけないっていうルールになってまして、私ずっと暑い34度ぐらいの中ずっと車内でうちわを置きながら、ね、待機してまして、でもう水分もいっぱい飲みまくって、でも汗がどんどん止まらなくて、非常に私ちょっと半熱中症状態にちょっとなってまして、はい、ちょっと今実際体調もちょっとあんまり良くない、もともとちょっと病気があるんですけど、ちょっと病気もちょっとあんまりいいとは言えない状態で、ちょっと厳しい状態ですね。でもね、なんとかちゃんと薬も飲んでますし、あれなんでね、なんとか前向きに頑張ろうかと思います。あ、すいません。じゃあ、今回はとりあえずね、また、ちょっと私がね、最近書いたやつの方を、ちょっとまたお見せしますのでね、どうか2作品お読み願います。では、いきます。ヘカテの初パンケーキ作り。ちなみにこの左のこの笑ってる子がヘカテですね。灼眼の社内で出てくるね、キャラクターなんですけど、ポンタの恋人ですね。はい。はい、じゃあ切り替えますね。ちょっとというか相当やばいのを作ってるような気がするんですけど、気のせいでしょうかね。じゃあ切り替えます。はい、じゃあ、ね、切り替えますね。なんかパンケーキじゃないですね、もはや。じゃあ行きます。はい、ありがとうございます。これが1作目終了ね、とりあえずパンケーキ編は終了でございます。ポンタ君、ドクターヘリで運ばれましたね。なんとかね、一命を取り留めたそうですけどね。はい。ね、改めてね、パンケーキの作り方、ぜひね、ヘカテちゃんに教えてやってください、ぜひね。ちなみに私ね、ホットケーキはね、食べたことあるんですけど、実はパンケーキ食べたことないんですよ、私。ね、私ね、生きてる間に。ね、パンケーキというものを一度でいいか食べてみたいですね。はい、失礼しました。じゃあこの2作目に行きます。はい、では行きます。女ショッカー戦闘員からの危ない勧誘。
はい。ですね。まあ、これね、仮面ライダーに出て、昔の、今から50年前の1971年の仮面ライダーに出てきた、ショッカーという、ね、悪の組織ですね。はい。ね、まあ、月収、まあ、手取り70万円以上ですかね。で、まあ、育児休暇もあって、タイムカード方式。まあ、報酬は魅力ですけどね。はい。ね、はい、じゃあ、切り替えますね。はい、ね、まあ、この女戦闘員色気で、ね、ポンタ君を勧誘し始めましたね。はい、ね、で早速そして女戦闘員が、ね、ポンタ君にちょっと攻撃、ね、ちょっとやばい攻撃をし始めましたね。果たしてポンタ君はどうなのか。さ、どうぞ切り替えます。はい、ね、まあ、ポンタ君ね、ちゃんとね、まあ、常にね、自分が握ったいなり寿司とかをね、常に携帯してるんですね。ね、やっぱり美味しいものを試せるとね、まあ、悪い人で、どんな悪い仕事を している人でもね、まあ、心を入れ替えるというかね、ね、心を優しくできるんですかね。はい、ね、はい、あ、じゃあね、切り替えます。はい、ありがとうございました。ね、これでね、今回のね、投稿はこれで終了でございます。ね、あ、実際私タクシーやってまして、で、それで、大体タクシーっていうのはね、やっぱり、こう、割と高齢の方が乗ること多いんですよね。割と私よりも年上の人が結構乗りまして、やっぱり特にね、55歳以上の方は、まあ、今から50年前といえばまだこれ子供だったわけで、当時ね、バリバリの初代仮面ライダーにハマっていた世代ということでね、割とこの仮面ライダーのショッカーの話すると結構盛り上がる、結構やっぱり盛り上がりますね、意外とね、なんか懐かしいとか言ってね、結構ね、なんでね、やっぱり要するにね、やっぱりタクシーというのはね、ただ乗せるだけじゃなくて、そういうお客様のこともこう考え、いかにお客様にこう満足して乗っていただけるかということもそこまでやっぱり考える、それがやっぱりタクシーのね、本当の接客だというふうに私は考えてますのでね、はい、ますね、いや、すいませんね、本当にどうもね、読んでくださってありがとうございます。すいません、ちょっと私あんまり体調まだね、そんなに良くないんですけどね、まあ、なんとかね頑張りますんでね、お互い、まあ、熱中症にも気をつ、お互い熱中症にも気をつけながら人生笑顔で頑張りましょう、ね、私は読者さんを応援、心から応援いたしますので、はい、で、じゃあまたね、投稿したらまたよろしくお願いします。失礼します。